はい、お疲れです。よし、はい、で、アイスクリームちょっと入れる、はい、食べ比べしようと思って、で、ちょっとスプーンはね、はい、ちょっと人数分持ってきたんで、ちょっと自分用にスプーン持ってきた。はい、まあ、いやだから、まあ、一応コロナの時期だであんまり口つけるのよくないのかな。まあ、いろいろ食べておこうか。まあ、好きですから、はい、食べられるじゃん。はい、もうちょっと収録のやつかな。じゃあ僕、これグレープフルーツ汗かいてないもんね。お前は普通これ食べんだろ。ゲームマシュマロ、これいいですか、グレープフルーツ、はい、ガリガリ君、まあ、大人な、はい、ジュースも食べる。ジュース飲むやつさ。もうすぐ溶けちゃうもんな、うん、どれがうまいとか、なんかあんまり食べんやつ、これあんまり食べんだろうし、ね、じゃあ、ノーマイス。これはたまに食べる。食べる、ノーマイス。カレー減るな。やっぱそこ行ったらパッとかな。絶対美味しいよな、パッとか。うまいわ、ガリガリ君さ、新しい味なの。だから、初めて、俺アイス食べんもんね。ガリガリ君って60円じゃないですか、うん、普段これの、うん、で、なんか安い感じするじゃないですか、なんか、うんうん、なんか本当になんかおばあちゃん家にあるなんか氷を吸ったみたいなさ、アイスみたいな。なんかこれなんかデレリッチな感じで、なんか、うん、でもそれいくらなの。これ多分120円ぐらい。え、嘘。うわっ、あれはリッチやな。まあ、いつも昼飯動画伸びるやん。昼飯動画伸びるやん。こいつら寝てないんだろうなーって言うけど、そうですよ、寝てないんですよ。寝てなくて何か問題でもあります。ほんでドッキリやってくちゃくちゃなことやったらまた怒るでしょ、あんたら。何やったらいいのこれ。何やったらあんたら喜ぶ。最近あの動画のしだんだんずれてますよね。なんかアンチコメントに対するアンサー動画みたいになってます。そうそう、ほんとやばいな、やっぱりどうしとらなかな。もう一個食べる。いや、とりあえず大丈夫です。じゃあダメだよ、初めは食べだから。いや、これ全部食べんかったらお前ら、あの、給料引き出す。全然いいです。食べれる今ら。おいしい、おいしい、おいしい。溶けちゃうまい。これ絶対おいしいと思うんだよ。あ、これでもいいぞ。これうまいじゃん。白熊くんも結構有名だろ。有名ですね。アイス食った後のポカリセットが一番おいしい。結局あ、そうか、お前ポカリセットか。俺水3本、ポカリ3本しちゃった。何お前、もう食べるの痛いだろ。これ食べる、そっち食べる。痛いだろ。そっち食べて。あ、さっき食べてて、もうお前食べる。お前どれ、白クマ。いや、僕、白クマじゃなくて、ガリガリ君で。もうこのガリガリ君って硬いじゃん。俺ちょっと触ってください。なんかジュースになってる。ジュースになってる。これまでいける。やばいやばい。うわ、これデア濃厚や。俺マジで濃厚。ちょっと待って。ちょっと口どけがいい、口どけがいいっす。甘うるおうみたいな感じですね。甘うるおう。いや、匂いやばい。でもやっぱアイス食うと体冷えるな。冷えますよ。お前わざとだろ、お前。お客さん絶対怒られるやつだぞ。お前もう白熊くん絶対食え。何食いだろう、そんな。白熊くんがいいか、濃厚接触がいいか。濃厚接触、おわ、白熊。どっちがいい。白熊くんがいいっすね。白熊くんがいいっすね、普通の純正な。甘っ。だってすぐそこのコンビニで行ってみずに15分ぐらいしかやってないな。そうですね、うん、白熊くんちょっと甘いっすね。あ、そっちの方が現場向きじゃない。ちょっとバニラっぽいもんな。現場向きではないそれうまくない。俺それ好きなんですよ、レモン。これめっちゃうまい。ちょいで、これやばい、後から来るわなあ、今日。はい、後から痛いだ、頭痛いだろ。めちゃくちゃ痛いだろ、これな。痛いなあ。ね、こっちもさあ、痛い。頭痛い時、頭にこうやってこうやってると治るらしい。嘘つくなって。いや、ほんとだぞ。治らなかったら知っとる。ボコボコだぞ、マジで。ほんとのやつだぞ。一回カメラ止めたみたいな。大丈夫です、いつもボコボコしちゃってるんで。いつもボコボコしちゃってるんで。視聴者言うじゃん。なんかカメラ回ってない時、普通はこういう風なんだろうなって。だからドッキリって気づけないんだろうなって。当たり前やんけ。もっとひでえわ。残念だけど。あ、でも本当に治った。ですよね。なんで本当は。福は量か誰か言ってました。あ？
深川亮が言ってました。あ、こっちも外からも冷やすもんで。はい。あ、マジだね。本当に普通にいただくとれた。現場一軒終わるじゃないですか。で、僕ら移動があるじゃないですか。うん、で、移動をとりあえずする、まっすぐ、真っ先にこの時期だったらコンビニがあったらコンビニ寄るんですよ。で、かんではね、そのコンビニでさ、アイス買ってジュース買って、アイス先に食っちゃうと、うん、ジュースが次飲めんくなるんですよ。なんでエアコンガンガンじゃないですか、うん、寒いじゃないですか。あ、やっぱ寒なる。そんなに見えるでも、いらんくなるんですよね、アイスとジュース使っちゃうと。どっちかあ、そういうことだ。まあ、喉も潤うしな。服がベタベタすぎてそうそうそう、寒くなって。あ、そういうことな。コンビニとか寒いですよね。寒いから体も冷えるし、アイスクリーム食って体も冷えちゃうし。で、逆にジュースから飲んだら次あのアイスがいらんくなるんだな。でも、アイス食べる急激に暑いです。お金がない時はよくあのアイスのこのボックスの中に入ってましたけどね。これで頭使うコンビニの。はい。相当ないよそれ。日給700円ぐらいだよお前それ。そんなとこ頭入れるやつ。バーバルペクラスだよお前。700円でも入れんだろう。400円だよ日給。捕まるやつね。捕まるやつ。おでんツンツンするやつ一緒さ。ツンツンって。どこだでもアイスクリーム食べて。いいっすね、ちょうどいいっすね。体冷えだ。冷えだっす。お前こいつなんかちょっとうるかよな。これ使ってな。いかにもこれ使ってね。だって今日のやつパクってますもんね、アイス。そうでしょ。あー、アイスクリームだ。ちょっと待ってください。顔がイケメンだからね。もういらないよ。意図的にさっきのところカットしたんだよ。お前ほんと悪いやつな、こいつな。もう悪いイケメンだから。やばいっす。マジやばいよ、お前。マジやばいかわいそう、今日。食べれんよな、もう。食べれんよね。コロナ、コロナ。お前はでもアイスクリーム食べる。はい。アイスクリーム食べ。食べる。食べます。食べる。はい。自分たちで氷とかやっとる。かき氷のやつ買ったのか。かき氷作れるやつ。かき氷知っとる？あのガリ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 ってやって、かき氷氷。ああ。で、ピーってかけて。食べ、欲しい？ああ。あれ2000円やっとるだろ、かき氷の機械な。かき氷大会やったら分かんちゃう。自分たちで氷作れ。いや、わかる。いや、わかんないと思う。かき氷あるだろ。はい。ベトナムあるだろ。氷、氷。氷、ありがとうございます。氷、ガリ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 。欲しい？はい、チクリーム、チクリーム。おお。氷。あ、そうそうそう。欲しい？あ、欲しい。欲しい？はい。ちょっと待って、包丁で切ってやってる、そうやって。でも夜なんか食べんだろ。夜かき氷食べる。夜なんかいいや、食べんだろ。食べないんだよ。夜食べる？夜。昼間だろ、現場で暑い時食べるだろ。はい。うわ、もう2個も食ったら口の中でこれ気持ち悪いわ。はい、残りわずか。夏、もう残りわずかだろ。ま、残暑 も, もう残暑だな。残暑も残りわずかですけど、だいぶ涼しいな。はい。もうほんと、だいぶ違うな。もう朝、8時半とか現場来たら暑い時、まあ、あの時なんかもうほんと動画撮りたくなった。マジいいわと思って。最近涼しくなってますね。あ、最近涼しくなりなんだ。で、昼ぐらいからまたちょっとやっぱ暑いですけど。そうですね。まあ、皆さん体調気をつけて。はい。まあこういう時期だよね。そうですね。逆に。まあこんな時期にアイスクリームの動画撮る俺らもどうかと思うけど。デイキムチャージ腹が。じゃああとチャンネル登録でいいね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、求人サイトね。はい。今の会社がつまんないと思ったら、あの、求人道場。ん？何か、求人道場。求人道場です。求人道場、建設業専門。はい。で、まあいろんな会社さんが、まあ無料で求人出しまってるんで、今の会社がもうクソでカスでどうしようもないって言ったら、俺みたいな社長だって言ったら、はい。はいってなんだって思って。俺みたいな社長だったら、はい。言ってみた方がいいですよ。なんで、あのぜひまたあの使ってください。はい。じゃあチャンネル登録でいいのお願いします。お願いします。コメントもらえしさっさっ。言ってねえやんけ、お前。もう一回言って。はい、コメントしさっさっ。あの、いいね、いいいいねだけな。はい。もういいねが本当に、ね、あの半分以上超えてくると、あのアンチコメントが増えてくるもんで、ぜひあのいいねだけでも教えてください。はい、お願いします。またねー。次です。